どうも、ウカでございます。さあ、続きをやっていきましょう。特殊能力縛りやってまーす。これ、スタミナ使いたいんだけど、40ポイントでちょっと、怪我率40だったら怪我しやすいんで、メンタルしましょう。メンタルポイント、精神ポイントを貯めたい、まずは。お、イケメンという名の、なになに？エサが、お、あ、確かに、久方イケメンだもんね。合コン行くみたいな。どれどれ。当日、イディアンスか、久方とにかく相手に興味ない風景を出してほしい。それはいいんだが、目的教えてくれないか？もうすぐ黒なのだし。いや、オイラの未来の彼女のためでやんすよ。大丈夫なのこれ。おー、かいですね。あ、タイプな。年下コンビじゃないですか？おー、ちょっとやりすぎ、パートナーになれば当然その生活や、その覚悟あるのか？うわはは、ちょっとやりすぎでやんすよ。フォロー。どうしようかな。叱る。やんわりたしなめる。うん。そう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 。うん。お、なに？あ、俺？うら、どうも、矢部くん。で、あ、牽制丸。オッケー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 。よっしゃ。お、後輩重いな。水木ちゃん。意外と。ねえ。怪我し、ちょっと怪我っぽくなっちゃったけど、それちょっとコールドスプレーとか、ちゃんと、面倒見はいいのね。うん。あんまこう、水木ちゃんが先、あ、あと調子安定いいね。ね、あんまなんかこう、先輩っていう感覚にはないんですけど、これはこれでいいですもんね。どうしようか。じゃ先にちょ、うい。ちょっと水木ちゃんの。特殊能力何を教えてくれるのかなって話だけど。基礎能力、うわ、アスカリュー、ウォー、ノー、使いてー。あー、でも、まあいいや。関東の評価上がった。ちょっとスタミナも上げるか、基礎、とりあえず基礎能力じゃなくて、あ、そして目の前の立花のドレスを着ている。そうかい、見か、おかしな夢見るな。おー、いいね。いびきかいてた。ね、マジか。大丈夫かな、これは。なんだかこの場に馴染んでるな。いつもと雰囲気が違う。むしろ俺だけ浮いてる？俺も誰かとダンスだっつって。さあ、だ。できるのか？あ、あれ？みんな俺スルーしていくぞ。寂しいやらない。恥ずかしいや寂しい。マジか。で、ここで水木ちゃん来てくれるとね、もう、可愛い、いい子なのよ。なんだかんだね。さあさあさあ、見ていきましょう。基礎能力的にはじゃあ左投手に強くしていき、あー、待って、ちょっとキャンセルで。どうしようかなー。伸びか、先に。伸び取って、で、それでちょっと何かあるかな、他に。伸びのあるストレートって、ストレート早くねえもん、ねえかな。どうしよう。じゃあ、対ピンチ？対ピンチか、やっぱ。一応、対ピンチ取っとくわ、先に。で、精神ポイントなくなったけど、それは、まあ、仕方がないとして。あー、40% か。怪我しやすいな。一気に休むかも。休んじゃえ。ちょっと、本来、回復するのは、ちょっと、精神ポイントを、精神練習で回復しようと思ってたんですけど、ちょっとまあミスったかな、これはこれで。友達と初詣行く。開けました、おめでとう。野球が上手くなりたいだね、これは。うん。で、おい、そのさんでかい、急れたぞ。ありがとうございます。オッケーオッケー。で、おみくじ、引くよ。さあ来い。どれどれ？小吉。いまいち。実況的にあんま嬉しくない。まあ、いっか。とりあえず、これ特殊能力はなさそうなんで、スタミナ上げますか？うん。これ勝手にスタミナ上がってくれるからいいですよね。スペシャルタッグトレーニング。どうだ？おお、ほら、6上がったね。よし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 。これは基礎能力、これセーフだと思ってセーフとしてください、とりあえず。要チェック、いいね。お、それじゃ、あ、壊れちゃった。あ、やりすぎちゃった。もったいない。で、とりあえずじゃあコントロールで。コントロールゲットして、よいしょ。オッケーオッケー。ポイントもちょっとちゃんと、獲得していって。ね、トカクも結構、闇がある感じのタイプですね。変化球、あ、違う。キノか。どっちも変化球タイプなんだよな。あ、まあ、じゃあ、とりあえずこっちが先。おい。さあ、キノコ、なんか教えろ、俺に。特殊能力。大丈夫？あー、能力アップか。違うんだよな。まあ、一回いっか。お。これは特殊、特殊だ。コントロール練習か。まあ、いいや、いいや。オッケーオッケー。お、先輩、どうした？おー、いいね。ありがとうございます。精神ポイントくれた。ラッキー。あー、なんかあるかなー。あ、来た！急速、行こう。さあ、どれぐらい成長するのかな？せい！オッケー。63だ？すげー成長すんじゃん。やべえな。やったね。オッケーオッケーオッケー。改善ってみた。お、で、それ、技術ポイントか。これ、急速相当上がるんじゃねえか。現状況で言うと多分だけど。まあ、あげませんけどね。ちょっとあげてみっか。問題試しで。できたかまで。で、優勝。
100、1キロ7キロ。まあ、キャンセルしますがね。7キロ上げるとは、結構頑張ったもんだべ。じゃあどうしようかな。これはじゃあ、ほい、ほいと。伸び一つと、変、対左一つ持って、あとはそうだな、ちょっと一応精神ポイント、あ、違う、精神ポイントなくても使えるやつあるわ。重い球、重い球ゲット。よし、オッケー。で、ちょっと休みましょう。精神ポイントはまたおいおいとして、最後の方。これ。あー、打撃投手やってほしい。受け入れるよ。もちろん。断っちゃったらちょっと雰囲気的に良くないからね。最後のチャンス。何？お、ミスケ頑張る。何を。赤くなってない。あー、可愛らしいところがあるんだね、やっぱり。ね、皆さんはちなみに女性キャラでは誰派ですか？なんてちょっと思いますけど。ちなみに俺はね、一番はやっぱひじりちゃんなんだよね。ここだけの。お、攻め8、オッケー。ひじりちゃんが好きで、まあ、その次にみやびちゃんあたりが来るかな？ここだけの話。うん。最高最高。で、まあ、でも基本的にあんま嫌いな子はいないです。あ、なに？値段1万円もするらしい。ノート買わない。だってお金ないもん。なに？あー、追加レポート。オーマイガー。やっぱ救済措置は若干あるんだね。じゃあ変化球で久方からなんか特殊、もらいましょうか。何か。特殊能力。来い。返せて。あー、違うんだ。技術ポイントはもういらないんだ。めちゃくちゃ打たれた。ん？課題って？そうそう。コントロールの話か？まあいいや。そうそうそう。見捨てないよ、味方のチームは。まあいいや。で、味方のチーム、味方のチームメイトは。よし、さあ。どうしようかな。技術ポイントがすげえ溜まってんだよな、現時点で言うと。牽制丸。でももうちょっと待った。逃げ玉。逃げ玉もいいな。あ、でもとりあえずこれ現時点でリリース丸だな、先に。で、オッケーオッケーオッケー。一つずつ取っていきましょう。で、どうしようかな。練習で。メンタルは、そんな人いねえからやめといていいな。急速 22% なら怪我しないだろう。俺は信じるよ。来い。オッケー。よしよしよし。危ねえ。はい。お、なんだ？お、レーザービーム。外野手か。参ったな。ピッチャーでレーザービーム。まあ、悪かねえんだけど、俺。仕方がねえか。で、なになに？頭数。お、イケメンは確保。これは、あ、合コン、なるほどね。うん。丸亀さん、軽自動車なの？普通、会社、社長って会社だと思ってた。だって、パパの知り合いも全員そうだもん。なるほどね。じゃあ、お家はどこ？やっぱり高級住宅地よね。お付き合いとか大事だし。いえ、事務所近くの賃貸マンションですよ。いたって普通。マジか、商法上は取締り、代表取締役となっております。でも、所詮はパパの足元に及ばない中小企業の社長でしょ？うわー、うぜー！おしゃれこちらになっております。じゃあ、ここは社長のおごりで。うわあ、そんなお金ないか。だって、軽乗車のもね、うぜえ。そうですね。気が利かなくてすいません。やばい。顔に出したけど、社長かなり怒ってるな。あ、合コンなんだし、割り勘ってことにしよう。わかりました。先に、私が支払いますから、そういうので精算しましょう。店員さん、これで。何？え？ほげ、ブラックカードです、ブラックカード。カード会社が長期的に多額の収入が見込める顧客にのみ発行する特別なクレジットカード。なるほどね。一般的な収入の人間にはまず手に入れることができない。すごいな。本当だ、黒いカード初めて見たよ。これって何なの？何？そんなパワー持ってないカードなのに。ごめんなさいね、ちょっとも聞かなくて。いえ、これを教訓にして、以降人を見下さないようにしてください。幸いです。おわー、大人だな、おい。大人だな、おい。すごいな。社長。やるね。で、バイトは無視で。どうしようかな。なんかあるか。特殊能力。玉持ち。あー、でもな、精神ポイント大きく使っちゃうもんな。あー、回復が使わないか。今のところ一番。じゃあ、回復買っちゃいましょう。回復購入。あ、もう一つ。よいしょ。はい。回復 B。B ぐらいでいいかな。で、休んで、おい。OK、OK。がばっ、オッケー、前回待ってました。あ、寝坊、マジか、大丈夫か。おー、間に合った。おい、変化球アップ。お腹すいた、つって。お、いいね。ありがとうございます。いいことやってくれるじゃない。周りか、流れいいもんね、今。あ、初めてのアフロ怒りからの骨伝授。何を教えてくれるのかな。さあ、教えてくれよ。君の大事なものを。なんだい。お、スペシャルアタックトレーニングと、あ、来た。ん？特技。なんだ？お、逆境丸。逆境丸は打撃だから、打撃、ん？投手も関係あったっけ？まあでもちょっとな、現時点ではちょっとあんまり。まあいっか、しゃないしゃ。俺は？はいはい、リリーフらしい。頑張ろうじゃないか。よしよしよし。で、じゃあ次回の、あ、来た。ちょっと待ってね、先にこっちやっちゃって。
次回から、次回試合に行く直前で思いましょう。うん、そうしましょうか。で、まずスペシャルタックトレーニング。オーケー。で、誰から？さあ、水木ちゃん、来い。特技。クロスファイヤー、やったね。オッケーオッケーオッケー。あれか、リリーフ。さあ、リリーフ、どんな活躍して、六面大学か。俺とどこかが仲良くなって驚いてる。仲はいいよっつって。そう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 。さあ、ちょっとじゃあ最後何かあげられたらあげましょう。投手アップ。左打者かな？左打者 B ぐらい。あ、クロスファイヤー、ゲット。で、あーもうダメか。じゃあこれで、はい、こんな感じです。新しく手に入れたのは。まあ、これからもっと上げていきたいと思います。というわけで次回もご覧ください。じゃあねん。